ミカ、ユウちゃん、家族か。シノア。はい。心配してくれてありがとう。はい。お前。これ大丈夫だったのか。それのことですか。はい、ちょっと血を吸われただけで。おいバカ言う、やっと目を覚ました。こあ、お前ら一体何をやってる。今吸血鬼に噛まれた傷を見せてたところで。お前もじゃねえか。大丈夫だったのかよ。そういうことか。